よいしょ。よいしょ。おはようございます。やんちゃです。2023年7月9日、日曜日の朝です。タイマー15分。あっち。タイマー鳴ったかな？はい。なんだろう、ミュートなのかなこれ。なんか音出ないな。あ、ミュートだった。はい。そして運動。はい、やりますか。よいしょ。タイマー3分。3分のカウントダウンを開始します。お願いします。やばい、超暑い。なになに？30分後に雨が降り始めます。どういうこと？こんなに晴れてんのに。はぁ、マジか。ちょっと今、尋常じゃないぐらい暑い。はぁ、アップルウォッチによれば29度って言ってるけど、ちょっと体感としては全然もっと上ですね。今日は曇り。曇りかな、晴れてるが。まあしょうがないか。やば。明日から35度、36度だって。月火で。ちょっと、尋常じゃない暑さになりそうですね。長官見よう。長官、長官。衛星通信も、マスク氏接見。はい。打ち上げ1000機、シェア6割。日本勢影薄く。あんだけたくさん打つっていうのをね、なかなか真似できないですよね。いや、よくやってる。ロケットに関しては。いや、わからない。なんか、実はツイッターも、なんか数年後に振り返ってみると、あの時ツイッターをよくやってたって言うのかもしれないけどね。みんなが。なぜかわからないけど。さて、次。何かな？面白い話題。国民の金融リテラシー向上が欠かせない。なるほど。みんな、金融リテラシーを高めて、投資しようと。あんまり現金で持ってるんじゃないよ、ということですか。個人金融資産が2000兆円を超えているので、その半分が預貯金だから、1000兆円どうやって運用するのか、よく考えろ、ということですね。はぁ、1000兆円いいね。この間の大学を補助するためのファンド、10兆円じゃないですけど、はい、10兆円で600億円赤字が出るとしたら、1000兆円で頑張ると、6兆円ぐらい赤字が出る可能性がある。同じようなことしてたら。やばいっすね。そう考えると、まだ現金で持ってた方が良かったみたいになりそうだけど、そういうマインドが良くないってことなんですかね。まあそういうことなんでしょうね。ぐお、はあ、きつい。マジで死にそう、暑すぎて。はい。そして、剣玉、はい、やりますか。はい。じゃあ、まず止め剣から。よいしょ。はい、1分の1。よいしょ。2分の1。3分の1。4分の2。5分の2。6分の3、7分の3、8分の4、9分の4、10分の4、うわーダメだ。止め剣むずい、これでやんの。は、飛行機1分の0、2分の0、は、3分の1、4分の1、やばいな。ほ、5分の2、
6分の3、7分の3、8分の3、9分の4、ギリ、は、10分の5、クリア。はい、次フリケン、はい、1分の1、2分の2、3分の2、4分の3、5分の4、6分の4、7分の4、8分の5、はい、クリア。次剣一周、中皿剣、はいはい、よいしょ、中皿剣、はい、2分の1、中皿剣、3分の1、中皿剣、はい、4分の2、中皿剣、5分の2、中皿剣、6分の3、中皿剣、7分の4、中皿剣、8分の4、あ、というか4回でいいのか、終わった。じゃあ日本一周、大皿小皿剣大皿小皿剣、2分の0、大皿小皿剣、はい、3分の1、大皿小皿剣、はい、4分の2、大皿小皿剣、はい、5分の3、大皿小皿剣、はい、6分の4、クリア。次世界一周、大皿小皿中皿剣、はいはい、1分の0、大皿小皿中皿、あ、2分の0、大皿小皿中皿剣、3分の0、大皿小皿中皿剣、はい、4分の1、大皿中皿剣、5分の1、大皿小皿、よいしょ、6分の1、だんだん怪しくなってきた、中皿7分の1、よいしょ、はいはい、8分の1、まだまだ、よいしょ、はあ、よいしょ、9分の1、よいしょ、きついもうちょい練習が必要。次灯台、灯台鬼門ですよね、やっぱりこのツルツルの玉だと灯台は難しいらしい。まあそうっすよね、まあやっていくしかない、よいしょ、うおー1分の0、2分の0、よいしょ、3分の0、うん、よいしょ、4分の0、うー、むずいむずすぎる、は、5分の0、うおー、6分の0、7分の0、8分の0、やばいなマジで、よいしょ、マジで保持できる方法、保持の方法がわからん、よいしょ、厳しい、よいしょ、うん、無理よし、剣先滑りやろう、1分の0、ほ、よいしょ、はい、オッケー、いやーしんどいね、灯台が特にしんどいね、あー、なんとかしないと、うおー、カシャ、はい、終わった、あっち、ちょっと今日マジで尋常でない暑さっすね、はー、しんどちょっと心拍数が高い、心拍数メーターみたいなやつ見る、どうかな、うわやば、普段が63とかのあたりをうろうろしてるのに今130ありますね、心拍数が、あーやばいやばい、ちょっとやばいかも、暑すぎるんかな、
これはちょっと尋常でない暑さ。はあ、まだ全然梅雨明けもしてないわけでしょ。まあ、してない、梅雨明けって別になんかあれなんですよね、気象庁の人かなんかがはい梅雨明けって言ったら梅雨明けみたいなことなんですよね確かね。はい、だからまだ梅雨が明けてないとか明けてるとかっていうのは結果論でしかなくて、なんか振り返ってみたら明けてましたねみたいなのが梅雨明けなんでしょ確か。あっち、これはマジであっち。はあ、水分をかけといて冷やすしかない。結構有効ですよこの霧吹きでしこたま水をかけるっていうのが。すごいなんかじりじりと暑いっていうのをどうにかしてくれる。これはさすがになんかかなり緩和される。その代わりと言ってはなんなんですが、あの汗の代わりにこの水が乾くわけで、なんか汗によって冷やす効果はなくなるから、そこは注意ですね。あっちだからすごい蒸し暑いですよ霧吹きでシュシュってやってるから、もう湿度 100% っていうか、あの 120% って感じで、あーしんど。あーなんか日陰になった、曇ってきた、ありがてえ、しんど。今日なんだかんだ言って結構忙しくて、この後なんか学校の用事があるんですよね、日曜日だけど。学校の用事があるから行かなきゃいけなくて、でしかもなんだっけ、その後はあれなんですよね、あの長女のメガネを一緒に買いに行かなきゃとか、なんか結構用事があって、日曜日だから散歩に行こうと思ってたんですけど、あんまり遠くまで行く余裕ないですね。なんかメガネ買いに行って帰ってきて、なんか 2,3 時間この辺り家の周りをちょっとうろうろしたりとかして、もしくはあれかな、 あそこかな堀切り困った時の堀切りの辺りをなんかブラッと歩いて帰ってこようかな、はあ、みたいな感じになりそう今日は。はあ、もうなんだかんだ言って7月もね、なんか中盤に差し掛かろうとしている多分っていう感じだから、8日でしょっけ、9日かも今日やばすぎもう再来週にはね学校とか夏休み入っちゃってるから、常に人が家にいますみたいな状態に突入するわけでしょ、しんど。どうしようっていう感じですよね。はあ、やばいやばい、なんかほんと時の濁流に飲み込まれそうっていうか来週の土日月が連休なんですよね確か。何の日だっけ、海の日だっけ、確か山の日海の日だった気がするけど、でなんかあの家族で旅行に行く予定になってて、どこに行くかっていうと千葉県の鴨川っていうところですね。鴨川といえば京都かなって思うと思うんですけど、千葉県にも鴨川があって、千葉県の鴨川っていうのは何があるかっていうと、鴨川シーワールドっていうやつ、なんか水族館っぽいアミューズメントパーク的なやつがあるので、まあ、そこを覗いてこようかなと思います。電車で行ってね、遊んで帰ってくる、ただ2泊ある2泊は結構余裕ありますよね。だからちょっと鴨川でなんか撮影できるのが楽しみですね。だから出発する日の朝撮れるかどうかちょっと分かんないですけど、ちょっと撮影の計画も織り交ぜつつやっていきたいと思います。はあ、だもうね、来週はそれで休みがドコドコって潰れた後、その来週再来週の末には夏休みなわけでしょ、やばいねなんか再来週の土曜日7月22日の夜7時20分から、あの足立区、東京都足立区の北千住のあたりの荒川で花火大会が行われるんですね。でこれもう恒例のイベントだったんですけど、ここ3年ぐらいやれてなくて、まあ、コロナ禍で3年ぶりに復活だみたいな、3年ぶり
4年ぶり下手すると2020年やってないかもしれないんで、そうすると012、あ、だから3年ぶりか。19年の7月にやったのが最後で、2023年に復活だから012で、012、3年やってなくて、その場合4年ぶりっていうか4年ぶりに復活する荒川花火大会っていうのがあって、でなんか長男が学校の友達となんかつるんで見に行くぜとかって言ってて、おいおい大丈夫かっていうなんか下手すると10万人規模でヒャッハーみたいな感じになるんだぞ河原がって。だから西新井のあたりの橋から千住のあたりの橋までの間が、まあ、ちょうどジャストの会場なわけですけど、まあその4年前とかまで例年やってた様子を見るに、もう本当あれだけ広大な河原がぎっしり人で埋まるんですよね。で今までそんなに悲惨な事故とか起こったことはないですけど、久しぶりの開催だし、なんかみんな勝手を忘れてそうだし、なんか久しぶりだとか言ってみんなが殺到して、なんか復活前よりも人が集まる可能性すらあるし、なんか様々なリスクを考えると、なんかそのいわゆる花火を目の前で見られるような、その要するに特等席的な部分ですね、その辺で見るのはさすがにおすすめしない、しかも中学生だけで行くんでしょみたいななのでちょっと離れたとこ、ちょっと離れた河原だったらまだ圧が低いしなんとかなるから、ちょっとこの辺で見た方がいいよみたいな相談を昨日してましたね。いや、やばいんですよ本当に。なんか夜7時からじゃないですか。でも夕方の5時ぐらいから北千住駅の周辺がもう人で埋まっちゃって、もう一方向にしか歩けないっていうか、はいみんな花火行くんでしょみたいな流れがこうドドドってできて、もう逆らえないんですよねやっぱ人の濁流っていうのは怖いですよ。やっぱ何トン単位で多分力かかってるんだと思う。何トンじゃ効かないか、何十トンとか何百トン単位で力がかかるから逆らえないんですよね基本的にはね。でそんな中で転倒とかあったら、まあまずね無事では済まないっていうか、まあ、結構荒川じゃないですけど花火大会でドミノ倒しっていうか将棋倒しっていうんですかね、ああいうの将棋倒しで事故とか結構ありましたけど、ちょっと心配なので、そもそもまずそうですね、駅には近づかないことで、近くの道路も使い物にならないし、自転車で行くとかって言ってたから、自転車置くとこなんかないないって言ってそれは舐めすぎだからって言って、自転車どこに置くのよって、同じようなこと考えるやつがいっぱいいて、みんな自転車をどこに置こうかって言ってる間に花火が終わるみたいなことになる上に、自転車を抱えたまま人の濁流に飲まれて終わるぞみたいな。だとにかく歩きで行って歩きで離脱するっていうプランを立てなきゃいけなくて、しかも駅の近くじゃなくてってなると結構見る場所が限られてくる。結局徒歩で家に帰ってこなきゃいけないし、8時20分に花火が終わった後に、中学生なら10時までには帰ってこないといけません。だとすると100分しかないから、100分で帰ってくるの結構大変だよっていう、あんだけ人が詰まってる中でなので綿密に計画立ててねって。わしは引率してもいいけど、まあ多分中学生の集団になんかわしが一人引率で入るのはみんな嫌がるだろうから、まあよっぽどお願いされない限りは引率していくつもりはないんだけど、頼まれれば引率する準備もあるから、まあ遠慮なく声をかけてねみたいな話をずっと昨日してたまあ心配ですね、うん、どうなるかね。足立の花火とかね、割と治安悪いので、別に足立区が治安悪いっていうつもりはないんですけど、今さら足立のあの荒川の花火大会だけは、そのもともとなんていうの、邪悪な人とかじゃなくて、
普通の人が集まるっちゃ集まるんですけど、その人々が集まりすぎてストレスがこう臨界を超えた瞬間にこう人間の本性が現れるみたいなとこあるので危ないんですよね。別に足立区だからじゃなくて、あんだけ人が密集するっていうことの危なさっていうのをね、多分あんまり分かってないと思うので、ちょっと、安全圏から楽しんでほしいなと。目の前でね花火を見る凄さっていうのは確かにあるんですけど、まあそれはもう今となってはね、昔ならまだしも、やっぱり一番いい場所っていうのはやっぱりなんかやからみたいな人たちがシートでバッチリ縄張りを確保してるから、まあ無理なんですよね、結局悠々と見るみたいなのは。そうするとやっぱり遠巻きに見るしかなくて、はい、まああんまり心配しすぎてもしょうがないんですけど、なんか自分のこうできる限りの知識は伝授したいなと思ったわけです。はあ、結構時間が差し迫ってんな。学校行かなきゃいけないんだよな。昨日なんかした話題で、なんかエバーノートでなんか話半分で聞いてくださいねって言ったやつ、なんか従業員がみんな解雇されて差しの準備なんじゃないかみたいな噂があって、それでなんかみんなこう色めき立つやばいやばい、エヴァノートから逃げなきゃみたいな流れがすごいあったわけですけど、なんかそれの続報が来てて、なんかどうやらそう、なんかそんな差しのために解雇しまくってたってわけじゃなくて、まあ、解雇はしてたんだけど解雇はしたが、別にアメリカのオフィスの従業員を解雇しただけで、なんか結局拠点を、もともと本社がイタリアかなんかにあるらしくて、ヨーロッパに拠点を集中するためにアメリカオフィスを閉じようっていう、そういう話みたいですね。まあそれもどうなんだとは思うんですけど、エバーノート自体がどうこうなるっていう話じゃどうやらないらしいです。なるほどね。まあだとしてももうなんか昔持ってた 5,6 年分のライセンスは切れちゃったし、なんかもう年に1回1万何歩払うのもちょっと嫌だなと思っているので、いい機会だからやっぱり移行していこうかなということで、引き続き移行作業は続けてますという感じですね。はあ、まあおかしいと思ったんだよな、急に。まず差し入れが先じゃん解雇してからなんかもう全員いなくなったんで差し入れですとかないでしょ、そりゃそうだよね。はあ、おかしいと思ったんだはい、おかしいとは思ったんですよね。はあ、さてと、こんなもんかな。あと1分か、はあ、もう行かなきゃねやばいね終わる準備するか。はあ、やばやば、よいしょ。ちょっと今日編集の時間が遅くなりそうだけど、まあしょうがないか、やっていきましょう。学校でなんか発表会があるみたいだから撮影もしなきゃいけないんですよね。よし、話すこと話したかな。これは明日話すか、明日覚えていれば。はい、よいしょ、じゃあ終わりますかマジでめちゃくちゃ汗だくなんだが嫌すぎる。じゃあバイバイピー。